ICIJ= 国際調査報道ジャーナリスト連合は3日世界14箇所のタックスヘイブンで手続きを請け負う法律事務所などから入手した内部資料の調査結果を発表しました2年にわたる調査を経てパンドラ文書と名付けられた資料にはイギリスのブレア元首相やヨルダンのアブドラ国王チェコのバビシュ首相らの名前があり タックスヘイブンを使った不動産取引などに関与していたとしています ICIJ は現職の首脳や首脳経験者35人を含む世界の91の国と地域で330人以上の関与を指摘しています